語教師の秀夫と保健教師の京子は超エリート高校ジャスティス学園の教師である。ある時、二人は学長から付近の優秀な生徒を捜査せよという命令を受けた。まずは下道高校に、次は五輪高校と。先生、どうして学長は私たちにこんなことをさせるのでしょうか。さあ、とにかく余計なことは考えない方が身のためですよ。ああ、これでは日本も腐るわけですね。まあまあ先生、とにかく下道高校に行ってみませんか。君たちは下道高校の生徒だな。少し聞かせてほしいことがあるんだが。誰だか知らないが、貴様たちに関わっている暇はない。先生、こんな不良生徒を調べても時間の無駄じゃないですか。姉ちゃんよ、色っぽい面してきついこと言ってくれるじゃんかよ。ん？行かん。挨拶してあげるよ。逃げんなよ。ラウンド1ファイト。ほっほっよ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 。もうやめたまえ。ほっ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 。もうやめたまえ。ほっよよよよよ。もうやめたまえ。ほっ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 。もうおねんねなの。これくらいにしておきなさい。もうやめたまえ。もうやめたまえ。くらえ。いくわよ。もうやめたまえ。3ヶ月ってどこかしら。俺たちがこんなことではジャスティス学園の奴らには勝てん。君、ジャスティス学園がどうかしたのか。そいつらがよ、俺たちの総番長をすれ去っちまったのさ。本当だとしたら事態はかなり深刻ね。まあまあ先生、噂かもしれませんから、次の五輪高校で確かめませんか。あなたたちが五輪高校の生徒ね。俺たちに何の用だ。私たちはジャスティス学園の者だ。君たちの仲間は預からせてもらった。まさかそれ翔馬のことだったら絶対に許さないからね。診察してあげるわ。ラウンド1ファイト。はっ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 。もうやめたまえ。もうやめたまえ。もうやめたまえ。いくわよ。クッソ。ビクリー。何ヶ月ってどこかしら。ラウンド2ファイト。決めるよ。決めるよ。クッソ。もうやめたまえ。もうやめたまえ。
行くわよ。ロスを消去。敵を消す。ロスダウン。よ。それくらいにしておきなさい。お願い、ショーマを返して。どうやら本当だったようですね。手加減はしておいた。悪いが失礼する。待て、卑怯だぞ。最近様子の変な転校生が多いと思ったらこういうことだったんですね。それよりも、なぜ学長はバレると分かってて調査を命じたのかしら。まさか、私たちの力を利用するため。先生、今すぐ逃げましょう。そうはいかんな、君たち。君たちには、この彼のような運動能力の高い生徒を連れてくる使命がある。また、罪のない生徒を。今すぐ、その子を離してください。診察してあげる。極めるとしよう。ファイナルラウンド、ファイト。やってくるまで。はっ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 。もうやめたまえ。はっや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 っ。もうやめたまえ。やっ、行くわよ。はっ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 。やっ、もうやめたまえ。行くわよ。はっ、おう、ロックッキー。はっはっはっ。ダメだわ。私たちじゃ全然歯が立たない。学長、私はいいですから、カルトだけは見逃していただけませんか。残念だが、君たちが揃わないとわしの計画に狂いが生じてしまうのでな。だが心配するな。この術をかければ両親の痛みを感じることはない。うん。うわあ。ジャスティス学園のことを探っているのはあなたたち。彼らはどうやら危険人物ですね。何ですか、あなた方は。人に物を尋ねるときは名乗るべきでしょう。本当無用。診察してあげるわ。棺桶は用意したか。ラウンド1ファイト。やめたまえ。Round two, fight! Ha! 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 Yeah! Hmm. Kabuki の時間だ。Ha! Ha! 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 もうやめたまえ。Ha! Yeah! 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 もうやめたまえ。Ha! Ha! Hmm. 行くわよ。Ha! Ha! 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 もうね。もうやめたまえ。Ha! Hmm. 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 Hmm
3ヶ月ってとこかしら。なんて強さなのだ。まるで悪魔が乗り移っているようだ。うん、君たちはいい腕を持っている。私たちに協力してもらおうか。私たちの言いなりになるように注射を打ってあげるわね。やるなら僕だけをやれ。ティファニーには手を出すな。ロイとボーマンには働いてもらうわね。私たちジャスティス学園のために。はい、わかりました。頭の中に誰かの声が聞こえる。はい、わかりました、学長。先生、どうしたんですか？急ぎましょう。太陽学園の生徒がジャスティス学園に向かっているそうです。診察してあげるわ。ラウンド1ファイト。ハッ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 。行くわよ。おいてめえら、母さんをどこへやった。誰だそれは。第一、ここはどこなんだ。やはりダメだな。こいつらも洗脳されてたようだ。私たちが洗脳。はあ、京子先生大丈夫ですか。京子先生、京子先生、私です。しっかりしてください。あなたは裏切り者。やべえ、洗脳が解けなかったのか。これじゃ俺の手に負えねえ。君、ここは任せてくれないか。私と戦えば正気に戻るかもしれない。おっさん、その体で無茶だぜ。あんたの命が危ねえぞ。これは彼女を守れなかった私の責任だ。死ぬ死なないの問題ではない。診察してあげるわ。ラウンド1ファイト。よっ、じっとくて、はっ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 
よいか。準備はよいか。行くわよ。もうねんねん、これくらいにしておきなさい。ラウンド2ファイト。ジャイアンハッ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 あら、ここは一体。やるじゃねえか、おっさん。どうやら正気に戻ったみたいだぜ。先生、すいません。仕方なかったこととはいえ、あなたを傷つけるようなことをして。そうだわ、私は学長に洗脳されて。先生、あなたが救ってくださったのね。いや、そんな大げさなことでは。さあさあ、学長を止めに行きましょう。驚かせてくれる。君たちがここまで強いとはな。学長に雇っていただいたことは感謝してます。しかし、学長のしておられることは許せません。何を言うか。私はこの腐り切った日本を作り変えようとしているのだぞ。確かにこの日本は腐り切っています。でもそうなったのは私たち大人の責任です。生徒たちは正しい道を選ぶ力を持っています。私たちはその手助けであるべきです。少子は青臭い理想論をほざきおって、わしが貴様らの目を覚ましてやるわ。診察してあげる。見極めるとしよう。ラウンド1ファイト。ハッ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 。Round two, fight! Here, here! Ha! 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 Ha!これで学園と生徒たちも救われますね。あー、いたた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 。先生、どうしたんですか。いや、今になって痛みが。それにしても先生のキックは効きますな。もう、冗談はやめてください。心臓が止まるかと思った。やれやれ、大の大人がガキのようだな。
一体誰？生徒の声がわからないとは教師失格だ。君は生徒会長じゃないか。君は本当の敵だというのか。内蔵はよくやってくれたが、君たちに倒されるようでは彼ももう潮の気だな。待てよ、いい考えがある。今度は君たちが学長というのはどうだ。何を馬鹿げたことを。目を覚ましたまえ。君覚める気がないのなら教師としてあなたを罰します。実にくだらんお説教だ。そんなものは地獄で鬼にしてもらおう。診察してあげるわ。我が剣味わうがいい。ラウンド1ファイト。はっはっ、いくわよ。もうやめたまえ。はっ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 は。もうやめたまえ。行くわよ。はっ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 。もうおねんねなの。ビクトリー。何ヶ月ってとこかしら。ラウンド2ファイト。はっはっはっ。弱い。はっはっはっ。もうやめたまえ。弱い。行くわよ。弱い。見るがいい。ジャンプ。行くわよ。ダンスに行くぞ。行くぞ。カヨン。ルーズ。これほどまでに弱いと。ファイナルラウンド。ファイト。もうやめたまえ。もうやめたまえ。見るがいい。ジャンプ。もうやめたまえ。行くぞ。行くわよ。ダッシュを避け。直接。ダッシュダウン。ビクトリー。何ヶ月ってとこかしら。内蔵は倒され、ジャスティス学園の人々は洗脳が解け、賞金に戻った。学園には警察の捜査が入り、計画の首謀者である内蔵は逮捕された。しかし京子は確信していた。内蔵の逮捕は氷山の一角に過ぎないこと。もう二度と日本を危険にさらさせはしない。あれほど絶望していた国だというのに、今はなぜかとても愛おしい。戦う生徒たちの澄んだ瞳がその気持ちを気づかせてくれたから。教授、お久しぶりです。京子くんか。やっと病院に戻ってくる気になったか。君のような優秀な医者がいなくなって私も困っていたんだよ。大丈夫だよ、私のそばにさえすれば。もう二度と君が職を失うことはない。教授、これを差し上げます。ん？なんだねこれは。あなたが行っていた医薬品メーカーとの癒着について書かれている週刊誌です。私が実名で告発しました。
まあ、なんということを。二度と医学界に戻れなくしてやるぞ。結構です。私の使命はあなたたちのような腐った人間にならないような人を育てることだと思っていますので。ごめんなさい。え、なぜ謝るんですか？私思わず教授に啖呵切っちゃったけど、島津先生に迷惑がかかってしまいそうだから。任せてください。どんな奴が来ても空手九段の私が追っ払ってやりますよ。嬉しい、ありがとう。